栗選手、お疲れ様です。お疲れ様です。コンさん、久しぶりでお久す。しぶりです。元気ですか？元気です。今日は少しはい。でもファンの皆さんに選手の、姿をちょっはい。とお見せしたいなと思って、ビデオ通話に参加していただきまして、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。早速ですけど、今、練はい。習が中断している中、福井選手はどのようには過ごされてるんでしょうか？い。いや、別にその練習があった時と同じような感じで、まあ朝しっかり起きて、朝ごはん食べて、まあちょっと家の中でコア的なのやって、で、昼ごはん食べて、で、午後は外にちょっとランニングとかしてる感じですかね。家には筋トレの器具みたいなのがあったりするんですか？ああ、はい。チームで借りることができたので、それ使ってやってます。今なんかこんな器具ありますみたいなの見えたりします？れ？これ、どうやってやんだ？外側の。あ、あれ？あ、見えます？見えます見えます。これっす。これ何ですか、これ？これは、持つやつっすよ。これで腕立てしたりとか。こうやって持って、いうやつですうわ！でか。も、重いっすけど、まあ腕のトレーニングとか、まあスクワットとか、したりしますよ。ありがとうございます。見せていただいて。いやいや、汚い家すいませんね。なかなかこう、はい。できなくて、ちょっはとい。気持ちとしては、時には泣いちゃうようなこともあるんじゃないかなと思うんですけど、今、正直どうですか、心境としては。まあもちろんね、僕たちだけではないですし、もう日本、そして世界の方でもこういうふうに苦しんでる方とかもいるので、まあメンタル部分ではまあ、厳しいかもしれないですけど、まあこれはもう、全世界の人たちが共通してみんな頑張っているので、小さな光に向かって、なのでまあ僕たちもそれに向かってしっかり頑張っていきたいなと思って、今は日々を過ごしてます。ちなみにボールが使えない中で、さっきはい。筋トレやってるってお話もらいましたけど、それ以外にもなんかこういう時だからこそ心がけてやってる、例えばトレーニングだったり、あとはそのビデオを見たりだとか、そういうことってあったりするんはい。ですか？トレーニング、まあ、そうですね。僕はキーパーとかなので、その、まあ体幹とかはより大事にして、まあチームにもそういう専門的なトレーナーさんが今年からいるので、いろいろ聞いて、やってます。話変わるんですけど、はい。このオフ期間で何かこう、サッカー以外のことで時間が使はえて取り組んでることとかってあったりしますか？あ、は読書してますね。何読んでるんですか？いや、アドラーっていう人がいるんですけど、その人の負け、あ、嫌われる勇気っていう本を読んでます。それはなんでそれを読もうと思ったんですか？いや、まあ、そのチームの先輩が読んでて、これいいよってなって、じゃその人に借りて、読んでるっていう。あ、でも本当に、まあ、すごい深いっすね。ちょっと、1回じゃ多分わかんないっすね。2回、3回ぐらい読まないと。オフ期はい。間中で、例えば料理始めたっていう選手も聞いたりするんですけど、そういう時には何ああ、はいはい。いかありますか？や、僕は、料理はちょっと難しいんで、ちょっとしないっすけど、まあ、なんかサンドイッチとかならします、朝。何サンドイッチですか？普通にハムとチーズを挟んで、なんかそういうサンドイッチ、水本さんからもらった、そういう機会があって、それを、に挟んで作るんですけど、篠本選手もそれ使わないんですか？なんか使わないって言ってたんで、はい、いただきました。その他なんか読書以外にも何か趣味の面で何か自宅でやっ趣てる味？ものとかってあったりしますか？やっているもの？あ、趣味っていうかまあ、掃除めっちゃやってますわ。どこ一番？いや、もう、一番は、リビングと、浴室じゃない、あそこ、寝室。いや、もう、超掃除してます、確かに。雑巾、普通に雑巾とかかけてますよ。それはこう気持ちもリフレッシュできはい。ますね、そんな。てか、なんか動いてないと家の中で、嫌になっちゃうんですよね。なるほど。そうなんですね。落ち着きないんで。
なんかサポーターの方もご存知だと思いますけど。そうですね、きっと。そうですね、じゃないよ、パンさん。その他なんか、テレビとか、はい、あとは映画とか、こういうのを見て今、時間過ぎて。映画見ましたね。なものがあれば。僕、アクション系の映画好きなんで、見ましたよ。イコライザーっていうの、おすすめです。どの辺が面白いですか？いや、もうアクションで、もう、バンバン戦う感じの。どの辺が、まあ、アクション好きだからもう全体的に好きです、そういうのは。過去に見たやつで、過去に見たやつでおすすめみたいなものってありますか？はい、過去っていうか、今みんな多分ネットフリックスもし登録してる人がいるならペーパーハウスってやつ見てほしいですね。まあ、シーズンに分かれて今4シーズンまであるんですけど、そのペーパーハウスっていうのは、まあ、あの、まあ見てほしいですね。ぜひね、見ていただいて練習再開してね、まあ、そうです、話したいですね、サポーターの方々といっぱい。チームメイトと連絡取ったりはしてますか？ああ、取ってますよ。はい。みんなどんな感じトレーニングしてるとか、そういう話を。ああ、そうですね。どうみたいな。またちょっと、あれ、伸びちゃったけど、みたいな。話はしてますね。誰と一番連絡することが多いんですか？やっぱ平戸かな。平戸くんはめちゃかまちょなんで、俺がかまってあげてます。そうなんですね、うん、何気ない会話も含めて。いや、ほんとそうす、くだらないですね。選手同士でビデオ通話したりもするんですか？ああ、でも僕は他のクラブの人と、うん、Zoom っていうなんかアプリでやりましたよ。iPad でビデオ通話みたいな。今流行りのね、Zoom の会話とか、まあ、会議で使うものですけど、はいはい、食事会とかね、みんなでこう Zoom でやったりしてるって聞きますけど、どうでした？しました。やってみて楽しかったですか？あ、楽しかったです。なんか、はい。キーパー、全員キーパーなんですけど、その、他のクラブの人も。そのキーパーのなんか、談義みたいな、したりして。名前出しよければ、どんな方とやったのか教えてもらえたらと思うんですけど。長谷川くんってベルディの長谷川くん、長谷川こうくんと、はい、サガン鳥栖の高岡洋平くんと、あとファジアの岡山に今いるポープウィリアムさん、はい、と、あとはその大学、あ、高校、中学かな、中学からずっとキーパーやってて、大学までやってた子なんですけど、その5人とやってました。僕は合わせて。あれですよね、シーズン中には当然、まあ、Zoom 自体初めて使ったんでしょうし、まあ、違うコミュニケーションが取れたっていう。あ、本当そうっす。なんか、これなら、これあるんだったら全然、ね、いろんな複数の人とでもできますし、喋れるからいいっすよね、あれ、アプリ。みんなサッカーの話もしたりしながら、こう、じゃあ結構ためになる話も聞けてというところですかね。そうっすね、サッカーの話もほぼキーパーの話ばっかで、超楽しかったっすよ。ありがとうございます。ちょっといろいろ話を聞かせていただいて。いえ、とんでもないです。はい、多分ファンの皆さん、福井選手といえば一発ギャグだと思ってるんですけど、はい、なんかここでこう披露できるものってありますかね？自粛自粛、それも。今考えてる感じですか？いやいやいや、うーん、手多い。再開したらちょっとやってもらえるみたいな。いや、じゃあ一個だけ今やってあげます。ありがとうございます。いきます。ビール美味しい。酔ってコアラをパンチ。ありがとうございます。なんじゃそりゃ。いや、もう今事務所で大きな拍手が巻き起こってますよ。はい、いやもういいっす、いいっす、大丈夫大丈夫大丈夫、はい、自粛自粛、本当にありがとうございました。多分あの、はい、話題が多い中で、いやいやいや、笑顔になっていただけるファンサポーターの方がたくさんいるんじゃないかなと思うので。いや本当、はい、こんなことで笑っていただけたら嬉しいっすね。ぜひね、あの今あの先日もあのアベマ TV のゼルツクの方で SNS 講習会やって、はい、あ、そうっすね、プラス6000人ということで福井選手も頑張ってると思うんですけど、その SNS も使ってどんどん発信してもらえればと思うんですけど。全然増えないっす。ぜひこっちのファンサポーターの方にはそのインスタの PR もしていただいて。ああ、ほんとそうっすね。僕
そもうちょっとそうっすね、そういうところの力もつけたいっすね。多分これ見た方フォローしてくれると思うんで、ぜひあの、いやいやいや、いい投稿を期待してます。ぜひ待ってます。はい、背番号42福井光輝です。今日は見ていただきありがとうございました。まあ、このような感じになって、まあ、コロナウイルスが全世界で広まっていく中で、もちろん手洗いうがいもそうなんですけど、一番大事なことは、まあ、僕自身たくさん笑って、ポジティブなメンタルを築き上げていくことが、いち早くその小さな今見える光にたどり着く一番大きな近道だと思っているので、皆さん今は不要不急の、外出をは避けて、またスタジアムで会えるのを楽しみにしています。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。